エイミー・ポーラーはアメリカ合衆国マサチューセッツ州生まれの女優、声優、脚本家、プロデューサー、監督である。1971年にマサチューセッツ州バーリントンに生まれたポーラーは、1993年にボストンカレッジを卒業。大学卒業後はシカゴへ移り、コメディ劇団のセカンドシティで演劇やコメディを学ぶ。1998年には、 ケーブルテレビチャンネルのコメディセントラルの30分番組アップライトシチズンズブリゲードでテレビデビューを果たす。だが同番組は3シーズンまで制作された後に制作中止になってしまった。しかしポーラーは独自のコメディセンスが認められてテレビや映画などにちょくちょく顔を出し始めて2001年から人気コメディショーのサタゲーナイトライブに出演し同番組のレギュラーとなった。 徐々に知名度も上がっていき、着々とキャリアを重ねていく。同番組で2008年には、ヒラリー・クリントン役を一貫して務め、サラ・ペーリン役のティナ・フェイと共に、大統領選挙候補者役を演じ、同番組の18番になった。私生活でも、アレステッド・ディベロップメントで共演した俳優の、ビル・アーネットと2003年に結婚した。 アーネットとは日本でも大ヒットしたウィル・フェレル・ジョン・ヘダー出演のコメディー、俺たちフィギュアスケーターで共演。同作において、兄弟スケーターをユーモラスかつ闇に演じた。女優業の他にも脚本家やプロデューサーとしても、才能を開花させており、いくつかのテレビ番組や映画に参加している。2009年から放送を開始した、NBC テレビジョンネットワークで放送を開始した。 シットコム番組パークスレクリエーションで2014年の第71回ゴールデングローブ賞女優賞を受賞。2016年にはサタデーナイトライブにティナフェイと共同でホストをし第68回エミー賞でゲスト女優賞を受賞する。2008年にセカンドシティ時代からの友人であるティナフェイと共に妊娠をテーマにしたコメディーベイビーママへ出演。実生活でも アーネットとの間に子供ができている。ありがとうございます。